アメリカ合衆国の指定する歴史登録財はアメリカ合衆国の文化遺産保護制度の一つ。1966年11月13日、初の国家登録財に登録されたロードアイランド州の歴史地区にあるスレート工場史跡。国家歴史登録財のニューヨーク州会議事堂。アメリカ合衆国政府が保全するに値すると考える地区、史跡、建築物、 建造物、その他の物件の公式のリストである。NRHP に登録された資産の所有者は、その資産の保全に必要な資質に対して、租税優遇措置を受けることができる。1966年の国家歴史保全法の可決により、国家登録財とそこに資産を追加するためのプロセスが確立した。100万件以上の国家登録財のうち8万件は、 単体で登録されている。残りは歴史地区における清業資産である。毎年約3万件が地区の一部としてまたは単体で国家登録財に追加されている。国家登録財はその歴史上ほとんどの機関、内務省の一部局である国立公園局によって管理されてきた。その目標は資産所有者または地域資産の保全活動を行う。 非営利団体であるナショナルトラストのような資産所有団体への援助及び米国内の史跡の調整、鑑定、保護である。国家登録罪への登録は象徴的な意味合いがほとんどではあるが、その一方で登録資産の所有者に対しては報奨金が出る。資産の保護は保障されない。国家登録罪への推薦プロセスにおいて推薦された資産は NRHP の4つの基準に基づいて評価される。これらの基準は歴史、保全分野の学者の批判対象になっている。単純のアメリカ公使館のように、米国国外の史跡が登録される場合もある。資産の推薦は単体資産、歴史地区、複合資産申請など様々な形態で行うことができる。 登録の際、資産は5分類のうちの1つに分類される。国定歴史建造物、国定史跡、国立歴史公園、国立軍事公園、国定記念建造物、国定記念物など、国立公園局の指導の下で指定された資産は、自動的に国家登録剤に登録される。ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ。 ナショナルパークサービスリリーブドエープリル11-2007連邦資産はそれらの歴史的自然的重要性を理由として遺跡保存法の下で国家モニュメントであると宣言することができる。それらは複数の機関により管理される。歴史的かつ国立公園局によって管理されるモニュメントだけが国家登録罪に管理登録される。ありがとうございます。